最高にいい天気だ。よし、今日のお着替えはこれで決まりと。せーの、はい、お着替え完了です。で、このまま洗濯機に持ってきます。よいしょと。焦っちゃいましたね。よしよし、はいはいはい、はい、ということで、おはようございます。どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日はですね、僕がどういう風にお仕事をしているかっていうのをちょっとモーニングルーティーンと合わせて、その午前中の仕事ルーティーンみたいな感じで紹介してみたいと思います。まあ、もちろん全部が全部紹介できないところもあるとは思うんですけども、まあ、こんな感じで仕事してるんですよっていうのをちょっと紹介してみようかなというふうに思います。メルカリで1900円で買った電動ひげ剃りです。そして髪がプラスチックのようにバッキバキになるオージスのゲラスティックです。ヘアジェルです。強風の時とか風がちょっと吹いてる時、あとはなんかスポーツやる時とか、こういうのつけておくとおすすめです。それでは始めていきましょう。ちなみにですね、今朝の7時4分です。はい、 OK です。はい、ということで本題に入っていくんですけども、今回は僕の仕事ルーティーンですね。午前中の仕事ルーティーンというのを紹介していきたいと思います。そう、今までなんで紹介しなかったんですかっていうと、ずっとですね、こうやってパソコンでカタカタカタってやってるだけだからなんですよ。そう、全然見てて何も映えがないので、そう、こんな映してもしょうがないなと思ってて、今まで紹介しなかったんですけども、そう、今回もうちょっと突っ込んで、じゃあパソコンの画面でどういう風に作業してるのか、みたいなことを含めてですね、ちょっとできる範囲で紹介していきたいと思います。そう、人の名前とか具体的に映っちゃうと、それはプライバシーのあれなんで、そこは隠させてもらいます。その前にちょっとまずはこういう仕事スタイルになった経緯っていうのをちょっと紹介していきたいんですけども、僕は5年前は会社員をやっていたんです。で、そこから、会社を辞めて起業をしました。で、そこで最初にやったことは何かっていうと、国内で仕入れたものを eBay っていう、まあ、わかりやすいところで言うと Amazon みたいなサイトに出店をして、そこで海外に向けてこう輸出をしていくっていう、そういうことを始めたんです。こんな感じで商品をサイト上に並べて販売をしています。僕もちっちゃい頃はカメラ撮るのが好きで、記憶より記録派っていう感じでやってました。で、なんかある時に海外の人が旅費と時間をかけてわざわざ日本にあるカメラ屋さんにヴィンテージカメラを買いに来るっていう、それぐらい海外にはないんですってっていう現状を知って、あ、これは自分でもその海外の人たちに向けて販売したら日本の良さとかも伝わるし、いいかな、喜ばれるかなと思ってたんですよ。でもどうやったらいいのかわからないということで、いろいろこう探してたら、まあ、出会ったっていう感じです。まあ、でももちろん自分で考えてやったんじゃなくて、当時は50万円払ってそのスクールに入りましたね。仕入れた商品はどうしてるんですかっていうと、まあ、大体こう、まあ、物なので、なんか倉庫に置いてどっか置くと思うじゃないですか。で、僕の場合はですね、こうやって、代行業者さんにお願いをして、保管とか、あと写真撮影とかも全部やってもらっています。そう、こんな感じで保管してもらってるんですね。そう。なので、僕の家の中はスッキリできているっていう感じなんです。そう、なので、この代行業者さんに預けるまでは、僕の部屋の中ももう物で溢れてましたから、全然ミニマルじゃなくてストレス溜まってましたね。そう、まあでも今こうやっておかげさまで、はい、やってます。で、まず朝はこのページをチェックして、預けた商品がちゃんと届いているのかとか、あとはその写真がアップされているのかみたいなのを確認します。で、写真がアップされていたら、それの写真を使って eBay 上にアップロードするっていうことをやっています。そう、今、その新しい商品は来ていないみたいなので、お客さんから来たメッセージの対応っていうのもやります。英文はそれなりに読んだり打ったりするのはできるんですけども、ただ聞いたり喋ったりするともう全然できないですね。そう、本当に英語喋りたいなっていうふうには思うんですけども。はい、これで送りました。まあでも本当にこのルーティーンってずっとひたすらこの絵が続くだけだと思うので、そう、ちょいちょいやっぱ説明しないとつまんないですからね。はい、じゃあ次行きます。で、次にやることが、この YouTube チェックです。まあ、チェックって言ってもやることはシンプルなんですけども、まず一つ目が、
昨日アップした動画とか、過去にアップした動画のタイトルとサムネがおかしくないかな、違和感ないかなっていうのをチェックします。で、あとは皆さんからいただいたコメントをパーッと見させてもらいます。で、それでこうやってグッドボタンとハートマークをこうつけてありがたいなっていうふうに読んだよっていうのを教えるためにこうやってるわけなんですけども。昨日アップした動画が誕生日のやつだったので、その皆さん誕生日メッセージのありがとうございます、本当に。僕は本当に幸せです。ありがとうございます。 AST オカディさん、2年ほど前から見てます。私のプロフィール画像にあるミニオンはチャンネル登録者1万人プレゼントでいただいたぬいぐるみです。今でも大切に枕元に置いていますよと。どんだけ優しいんですか。ありがとうございます。ぜひこれからも大切にしてあげてください。で、最後に簡単にこっちのアナリティクスっていうのも見ます。そう、チャンネルをこうしっかり運営していくのであれば、こういう数字とかっていうのをしっかり見つめて、ちゃんとしっかり見て、じゃあどうしていこうかって対策を立てる必要もあるんですけども、そう、なぜか僕こう数字の上下によって感情が一喜一憂してしまうので、そうなのであんまりここは見ないようにしています。だからそれよりも皆さんのコメント見たりとか、そう、自分のちゃんとやりたいことにこう従うっていうことを意識してやってます。はい、まあ終わりましたけども、ここら辺で集中力が切れちゃうんですよ。もうだいたい座ってから1時間半ぐらいが経とうとしてますけども、もう集中力が切れてます。はい、ちょっとムードを変えていきましょう。いつでも茶が的に有機粉末茶です。ほんのちょっとで大丈夫です。おいしい。で、今朝の10時42分です。まあ休んでもいいんですけども、でも午後から撮影したかったりしますし、夕方からは彼女の時間をゆっくり過ごしたかったりするので、まだ引き続き頑張って仕事をしたいと思います。で、次何の仕事するかっていうと、コミュニティ運営の仕事をします。はい、コミュニティって何ですかっていうと、簡単に言うと、副業起業支援のコミュニティですね。はい、少数限定なんですけども、なんでそのコミュニティをやってるんですかっていうと、まあこれも一言では語れないいろんなストーリーがあるんですよ。そうで、まあ最初その、YouTube チャンネル始めた時っていうのは、物質的に身軽になりましょうっていうミニマリズムと、あとは気持ちを軽くしていきましょうっていうメンタルトレーニングっていうのを2つの軸でシェアしてたんですよ。そうで、そしたらメントレの方がそのやったらすごい結果が出ましたっていう人がいっぱい現れてくれて、もっと教えてください、もっと教えてくださいっていうのをすごいなんか要望をいただいたんですね。なのでありがたいなと思ってたわけなんですけども、その時に他の人たちがノートっていうサイトでそのコンテンツをいろいろ販売していました。なので、あ、じゃあ僕もちょっとこれ真似て作ってみようかなということで、メントル 2.0 っていうものを販売させてもらったんです。そしたら、ね、本当に多くの方が買ってもらいまして、で、そこですごい気持ちが軽くなりましたとか、次の転職先が決まりましたとか、彼氏ができましたっていう人が多く出てくれたので、あ、本当シェアしてよかったって思ったわけなんですけども、後ぐらいからその自分がやっているその eBay だったり、あとそのYouTube を教えてくださいっていう人が現れたんですよ。そう、ポツポツ増え始めて、で、またノートで作ろうかなと思ったんですけども、なんかノートで作るのはなんかもう、まあ、そういうもんじゃないんですよ。例えば YouTube で成功する本とか一回読んだだけでも絶対成功できないと思うんですよ。そう、なので、じゃあちゃんとこう教えるからには、伝えるからにはちゃんと結果が出るためにどうしたらいいのかなと思って、2019年の最初にのみりミリオネアっていうのをシェアしたわけですね。で、そしたら、まあちょっと、まあ分かってはいたんですけども、まあ炎上しまして。まあでもその時に僕のことを信じてくれて、こうコツコツと行動してくれている人たちのその少数限定のコミュニティっていうものを今やらせてもらってるんですよ。なので本当にこう僕のことを信じてきてくれている人たちなので、本当に大切なコミュニティなんですよ。そう、誰に何と言われてようとも僕にとっては本当に大切なコミュニティなんですよ。で、今ではこのスラックっていうアプリを使っています。スラックでこういうグループを立ち上げて、この中で僕の今やっていることとか情報をシェアしているっていう感じですね。そう、なので今このコミュニティの中にいる人たちと連絡をしたいと思います。よし、は
はい、ということで以上終わりましたけども、そう、こうやって仕事ルーティーンとかやってるともうずっとひたすらこの部分が映ってるような感じなので、そう、何がルーティーンだって感じですけども、一応そのパソコンの中ではこういうステップで、ルーティーンでやってますよっていうのはお見せできたかなというふうに思います。今11時39分ですけども、はい、これで午前の仕事は終了とします。これがいいだろうとか、この働き方が最強ですっていうつもりは全然ないので、そこは安心してください。そう、ただあくまでも僕はこういう感じでやってますよっていうのをシェアさせてもらいました。で、あとさっきもですね、その Gmail の方で、そのコミュニティまだやってますか？オープンしてますか？っていうメッセージが来てたんですよ。そう、結構もう断り続けるのが申し訳ないなっていう感じがしてきましたので、じゃあ今ちょっとやっているコミュニティをアレンジしたバージョンっていうのをまたシェアさせてもらおうかなというふうに思います。そう、まあとはいってもまた前回のようにこのメインチャンネルで堂々とやりますとかって言うとまたちょっとね、ちょっと違う方向に行っちゃうかなというふうに思いますので、なので興味がある人だけにちょっとシェアをしようと思います。なので今この動画を見てくれている人の中で今会社員をやっていますと、でその会社員プラスアルファで収入が欲しいですとか、例えばこう節約節約できてましたけども、本当は心の中ではいや収入を増やした方がよくねって思っている人とかですね、でもその増やし方がよくわからないですとかいう人に対して、僕が起業してからの5年間でやり続けてきたその実践だったり結果だったりノウハウっていうのをちょっとシェアする場所っていうのをまた別途作りたいと思います。とは言っても僕もこうやって今言ってまだ何も内容とかで決めてないんですよね。なのでとりあえず興味がある人はここに集まってねみたいなのを今度の5月の8日ですねになったら募集をかけたいと思います。そう、ここに集まってねみたいな、集まっといてねみたいな、その環境をちょっと作っとこうと思いますので、そうなので5月8日ぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということであんまりちょっとこれ以上言い過ぎるとちょっと宣伝売り込みみたいになっちゃうので、ちょっと以上とさせていただこうかなというふうに思います。もちろんメインチャンネルの方では引き続きメントレだったりミニマリズムだったりスッキリ空間っていうのを皆さんにお見せしていきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。あとやっぱりこれからはコラボだったりオフ会だったり他の方のお家にお邪魔してルームツアーとかっていうのもいろいろやりたいなって計画してるので、またそこはメインチャンネルのメインチャンネルで一緒に楽しんでいきましょうということで、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで今回のお話がちょっとでも面白かったです、参考になりましたと感じていただけた場合はグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。視聴者の方の一人でも多くの人を身軽にするっていう、そのためにこう情報を発信していくっていうことをやってたわけなんですね。で、今やっているコミュニティの人たちがちょっとずつ自分の力で収入を得られるようになってきて、で、じゃあその人たちで、じゃあその最初の1カ国目オフ会やろうって言って韓国オフ会を計画したんですよ。でもコロナの影響でその中止になってしまったというので、ちょっと残念ではあるんですけどもね。でも僕にできることっていうのはやっぱりこう見てくれている視聴者の方が少しでもいろんな、別にお金だけじゃなくてもなんかちょっとでも身軽になってくれたら僕はすごく嬉しいなというふうに思うので、そのためにこれからもですね、メインチャンネルでもコミュニティの方でも情報を発信お伝えしていきます。